はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、商品紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはね、こちら、はい、ガチャガチャのカプセルです。はい、真っ白いカプセルですね。はい、それが8個入ってます。これは何かっていうのをね、まずは教えたいと思います。私がね、このガチャガチャをね、注文したのはこちらのサイトですね。はい、ガチャガチャ王国っていうところですね。はい、こちらの大キャスト金消しっていうね、金消しなんだけど、なんかすごい豪華な感じ、大キャストでできている。それが全12種、まあ6種類で金銀のメッキから、はい、こういう感じでね、で筋肉マン、ロビンマスク、バッファローマンで、悪魔将軍、スーパーフェニックス、ソルジャーと、はい、このようなラインナップなんですよね。で、私の場合はね、このうちの8個を注文しました。なので全種セットじゃないんですよね。はい、私が注文したのはね、こちらのお楽しみどれか8個っていうやつを注文しました。はい、こちらね、通常販売価格が4400円なんですが、 32% オフで3000円だったので購入しました。はい、で私の狙いとしてはね、ロビンマスク、はい、これ一押しなんで、私の筋肉マンのキャラクターの中の一押し、ロビンマスク、はい、こちらの金ゴールドカラー、これが欲しい一番で、2番目に欲しいのが悪魔将軍、はい、こちらね、別の動画で私が撮ってます CCP の悪魔将軍紹介してますが、悪魔将軍も大好きなのでね、はい、こちらのゴールドカラー、その後はフェニックスってこんな感じかな、うん、この3キャラが出ればって感じだね、ゴールドで。はい、まあ確率がどうなのかわかんないけどね、ゴールドが出なさそうな気もするけどね、豪華な感じだから。はい、で届いたのが先ほどのカプセル、まあ、ここにやや金色が見えるんですけど、うん、何個金が入ってるかっていうのがわからないんですよ。まさにお楽しみ。はい、なのでね、まあ、見た感じ金が少ない気がするんですよね。はい、早速ね、カプセル開けて見ていきたいと思います。はい、まずはね、手前から開けていきましょう。あ、重い。うん、今思ったけど、普通の金消しとは全然違う重み、ずっしりくる。まあこういう感じで、はい、うん、ブックレットが入ってましたね。はい、うん、まあ特に、うん、まあラインナップは文字だけですね。はい、で肝心の大キャスト金消し、こちらもう金がね見えてるんですよ、一発目。これ一発目でね、ロビンマスク来たらね、もうあと楽なんですけどね。はい、いきます、せーの。あ、ちょっと待って、これはソルジャーでした。筋肉マンソルジャーの方か。でもすっげー輝き、なんだこれは、金消しのサイズなんだけど、めっちゃ重いし、めっちゃ金ピカ。わ、これいいな、金消し世代にはね、ドストライクですよこれ。わ、こんな豪華な金消しあったらもう自慢できたな当時。はい、筋肉マンソルジャーでした。はい、ではね、2個目開けてみたいと思います。あ、2個目はね、銀色ですね。はい、
もうこっから開けちゃいましょう。はい、いきます。せーの。あ、フェニックス、筋肉マンスーパーフェニックス。あ、フェニックスもね、強いしな、フェニックス、うん、シルバーもいいですね、やっぱり。いや、すっげえずっしり重いな。はい、はい、続いてね、もう金色がちょっと透けて見えてますが、はい、はい、こちら隠しながらいきます。さあ、いきます。せーの。あ、ちょっと、あ、フェニックス、フェニックス、第三希望のフェニックスのゴールド来ましたね。さっきシルバーで、次ゴールド、はい、レンチャンでスーパーフェニックス、すげー輝き。続き、あ、これはもう銀ですね。さあ、銀の何か出るか、いきます。せーの。あ、ソルジャーですね。おい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 、まだ2種類しか出てねえぞ。あれ、ソルジャーとフェニックスしか出てねえな。はい、はい、5個目。あ、これもちょっとシルバーですね、うん、ロビンマスクか悪魔将軍欲しいんだけどな。いきます。せーの。あ、来た、ロビンマスク来ましたね。おお、かっけー、ロビンマスクかっこいい。シルバー、いやー、いいなー、ロビンマスク。いや、すっげー、メッキがすごいね、映り込んじゃうぐらい輝きがすごい。はい、はい、そろそろ金が欲しい。これも銀ですね、シルバー。いきます。せーの。で、なんかね、もうすでにね、触った感じで分かりましたね。はい、いきます。バフォローマン。この角よ、分かりやす、バフォローマン、すごいね、このバッファローマンもね、めっちゃ強いからな。すっげえ。はい、7個目、7個目もシルバーですね。見たらやっぱゴールド率低いね。いきます。せーの。筋肉マンか。お、今のとこダブりはないな。筋肉マン。うん。はい。はい、ラスト1個。これはね、金色なのは見えたんですけど。銀色でした。しかもちょっと見えちゃったな。はい、悪魔将軍。よし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 、悪魔将軍来ましたね。いや、悪魔将軍でも金色の方が欲しかったな。悪魔将軍かっけえな、悪魔将軍。ほんと重いなこれ、文鎮みたいな感じ。いや、これすげえ。
イキャストで金消しか、もう消しじゃねえけどな。いや、いい、これいいわ、ちゃんとできてる。はい、はい、といった八体なんですけれども、これを見る限りやっぱり金が少ないね。2個しかない、8分の2。いや、すやっぱりあれだな、金色、やっぱ金色の方が手に入りづらいのかな。まあでもね、あれ、今思ったけど、これは種類的には全種類揃ってるね。うん、全種類あるわ。ただ金色がランダム的な感じだったのかな、入れ方としては。うん、一応、うん、はい、銀はコンプリートしてました。はい、金色だけがソルジャーとフェニックス。はい、でこれがね、悪魔将軍とロビンマスクだったら最高だったな。とりあえずね、この金ピカピンガムでね、ちょっと回転台座に乗せてね、フィーバーさせてみましょう。はい、まあ、ということでね、まあ、私のねチャンネルもいろいろとね紹介させていただいてますんでね、この機会にぜひね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いいたします。では回転台座にてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。